マリア・テレジア・ツーレイ=ベルトハイム=ローゼンベルクは、ドイツの上級貴族、レイ=ベルトハイム家の子女で、ポルトガル王位請求者、ミゲル2世の2番目の妻。マリア・テレジアと夫のブラガンサ公王、ミゲル2世、1908年、レイ=ベルトハイム=ローゼンベルク公、カール・ハインリヒと、その妻で、リヒテンシュタイン公、アロイス2世の娘であるゾフィーの間の、第5子、四女として生まれた。1893年11月8日に、クラインホイバッハの実家の居城、レーベンシュタイン城において、ミゲル2世と結婚した。ミゲル2世の母アーデルハイトは、マリア・テレジアの叔母だったため、夫妻は、いとこ同士だった。ミゲル2世は1881年に、最初の妻エリーザベトと死別しており、この結婚は再婚であった。エリーザベトが産んだ二人の息子はいずれも、既成結婚をしたり創生したりしたため、マリア・テレジアの産んだ息子ドゥアルテ・ヌノがミゲリスタ派のポルトガル王家の家督を継いだ。1935年にアスペルン飛行場で死去し、ウィーンのデープリング地区にあるカルメル改修動員に葬られた。夫との間に1男7女の8人の子女を設けた。ありがとうございます。